辛坊さん、日本の皆さん、こんにちは。この日は2021年の初雪でした。マダムエッフェルも寒そうですね。今回は9区にあるギャラリーで現在私と一緒に展示中の画家ファニーの作品を紹介していきたいと思います。 Vous êtes prêts? On y va! すっかり冷えてしまった体を癒してくれるといえば、やはり冬定番の温かいチョコレート、ショコラショーではないでしょうか。現在多くのカフェは閉まっていますが、一部はこのように外で過ごせるようになっています。テイクアウト用の紙カップなのがちょっと残念ですが、やはりミルクと生クリームたっぷりのこの飲み物は口の中で甘く溶けて、あっという間に幸せな気分にしてくれます。せっかくなので近くの公園で座りながら飲みましょう。ガリエラ美術館の庭園にやってきました。閉鎖中なので建物に入ることはできませんが、中には18世紀から現代までの衣装やアクセサリーをはじめ、貴重な絵画や写真など約20万点ものコレクションが貯蔵されているそうです。現在は一部オンラインギャラリーでご覧いただけますが、やはりこのパンデミックが落ち着いたら実物を見に訪れたいですよね。今年の夏に向けて再開を準備しているそうです。さて、お腹も心も温まったところで、そろそろお散歩を続けていきましょう。この素敵な中庭を抜けて右の奥、そこに私たちの作品が2月12日まで展示されています。ここの1階はほぼ全てギャラリーなんですよ。それぞれにコレクションのテーマがあって、例えばこの右側のギャラリーは19世紀のデッサンのみを取り扱っています。コロナのない時はこの中庭でミニコンサートなんかも行われていたんですよ。ゴッセーズは20世紀以降の現代アートを取り扱うギャラリーです。おしゃべり大好きでチャーミングなギャラリストセバスチャンがいつも温かく迎え入れてくれますよ。ここは私の作品が展示されています。珍しいオレンジの壁と絵画とのコントラストもギャラリストのこだわりの空間です。さあ、いよいよファニーの展示にお邪魔しましょう。日本を旅することが大好きな彼女は、各地を訪れた時に自身でたくさんの写真を撮りました。日本に住んでいると気がつけない日常の風景や、ちょっとした時に感じる独特な街の雰囲気など、彼女独自の感覚とタイミングでシャッターを切りました。それらの写真が彼女の作品の題材になっています。あなたの作品のコンセプトを教えてください。Ce que je peux dire, c'est que ce qui m'intéresse, c'est l'instant et le rapport entre la photographie et la peinture. Le sujet principal, en général, c'est le paysage et surtout la ville, le paysage urbain. Et dans cette exposition, il y a beaucoup de tableaux donc, qui représentent la ville, la nuit et surtout Tokyo.日本の皆さんに一言お願いします。皆さん、こんにちは、シモさん、こんにちは。日本に行きたい。あ、ありがとう。またね。さて、ここで突然ですが、マパリマスクコレクション。
4. Ah non, 3.1月31日、フランスは国境閉鎖を発表し、特別な理由がなければ国境をまたぐ移動は禁止となりました。大きな商業施設も休業を余儀なくされ、ショッピングを楽しむということもしばらくできなくなりました。3回目のロックダウンはかろうじて免れている状態ですが、夕方6時以降の外出禁止令は続いています。先日、南仏のあるレストランが約1年間も営業自粛を強制する政府の対応に異議を示すためということで、規制に反して100人を招待する昼食会を行い、賛否両論が唱えられました。自由をこよなく愛するこの国の人々は、大きなジレンマの間で毎日たくさんの議論を交わしています。先日友人はこんなことを言っていました。ダイエットはしたいけどケーキも食べたいの。だから大嫌いな運動をしているわ。はるか昔から現代まで、私たちは常にさまざまなジレンマと戦い、悩み、そして学び、解決方法を常に追い求めているのかもしれません。ちょっと余談ですが、国境をまたぐための特別な理由の一つとして、恋人に会うためというものが含まれているそうです。さすが愛の国、フランスですね。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。画家たちの情報などは、概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。次回も今のパリの街並みや才能あふれるアーティストたちのアトリエの様子をお届けしたいと思います。また一緒にお散歩しましょう。アビアントー。